皆さんこんにちは、ジュゴンです。ということで今回もウイニング112021情報を紹介していきます。ということで、今回も能力紹介をね、毎度おなじみ能力者からやっていくんですけど、今回ミラン紹介していきます。前回インテルだったので、ミラン来ますよね。ということで、ミランも10名紹介できなかった選手は固定コメントに貼ってると思うので見てみてください。残念ながらライセンスのなくなったミランの方をチェックしていきましょう。はい、まずはドンナルンマからいきましょう。こちら総合値1下がって84、均衡角ですね。能力でいうとディフェンスセンス、ボールダッシュ2桁下がってますし、あとプレースキック、カーブが5下がっていたり、足元下がっていたりと、結構弱体化も入ってますよね。そして上がったのはフライパス、スピード、キック力、フィジカル、いいとこ上がってるとは思います。そしてゴールキーパーの能力でいうとそこまで変わってませんかね。ゴールキーパーセンス-2のコラプシング-1、クリアリングは上がったということで90となっています。はい、どちらかというとやはり弱体化ですかね。逆足と後腕、ポジション、スキル変わっていません。はい、続いてケシエいきましょう。こちらは総合値でいうと1下がって80ですね。能力でいうとプレースキックが10はいいんですけど、セットプレーなんでね、ヘディングは7いいですね。スピシュン両方上がってるのはいいところ。あとドリブルも上がってます。下がったのは決定力5、結構痛いですね。あとはパス両方下がっていたり、ボディコンは10、スタミナ、ディフェンスセンス-2、あとジャンプも-3ということでこの辺下がってます。逆足の頻度が3から1、違います2、1下がってます。そして後腕も-2下がっての4ということで結構厳しめですね。使う方はちょっと減るかもしれません。適性、センターバックの濃い適性が薄い適性、あとは変わってませんね。はい、続いてチャルハノールいきましょう。こちらは総合値1下がって81、能力でいうとフィジカルとかスピード、この辺は上がってますが、スピード4上がりいいですね。あとヘディングも上がってます。あとディフェンスの能力は4から7上がってます。ただしチャルハノールといえばプレースキック、カーブだと思うんですけど、ここ下がっていたり、足元、特にボールキープは7下がり、結構下がってますね。どちらかというとやはりこちらも弱体化ですかね。逆足同じで、後腕は1上がって6となってます。ポジションは左のサイドハーフ、水適性から故意適性、 CF 水適性からなしということで削除。あとはスキルの追加、シザーズ、軸足当て、ヒールトリックということで3つ追加の10個になります。はい、あまり使用頻度の高いスキルではなさそうです。はい、続いてレビッチいきましょう。こちら1上がって83です。能力でいうと決定力3上がり、ボールコントロールとかも上がってますし、ヘディング、あとセットプレー関係85上がりはいいですね。キック力とあとスタミナも4上がってます。逆に下がったところでいうとボディコンが6下がりか、ジャンプ、グランダーパス、オフェンスセンス、ところどころ下がってますけど、どちらかというと強化ですかね。逆足の頻度が2から3ということでこちら変更になっています。あとは変わってませんね。あとは登録ポジション、最初に言えばよかったですが ST から左ウィングに変わってますし、あとは適性でいうと左のサイドハーフ、薄い適性から濃い適性、プレースタイルが2列目からの飛び出しがウィングストライカーということで結構変わってますね。スキル、シザーズ、ミドルシュート、ワンタッチシュートが追加になって3つ追加ということで全部で10個です。追加枠がなくなってます。ミドルシュート、ワンタッチシュートって結構使うものだと思うんでいいかなとは思いますね。はい、続いてイブラヒモビッチいきましょう。こちらはまず総合値-2、83ということで均衡角です。上がった項目、キック力3とかジャンプ8、ボディコンは8上がってますね。ジャンプ3でしたね。あとは足元が3上がってます。下がった項目、決定力、オフェンスセンスだとか、あとセットプレー、スピシュンも下がっていて、スタミナ8下がり、アグレッシブネスどうしたのか27下がり、多分もともと83はめちゃくちゃ高かったですもんね。あとはディフェンスの能力も下がってます。はい、逆足変わってませんが、後腕が2上がって7ということでこれは良かったですね。ポジション、 OMF の濃い適性がなくなってます。スキルの変更があります。なくなったのはエラシコラボーナ、ノールックパスということで、個人的には使わないスキルです。今回追加になったのが足裏コントロール、スルーパス、キャプテンシーということで、どちらかというとこちらの方が使うので嬉しい変更かなと思います。はい、続いてロマニョーリいきましょう。こちらは-1の総合値84となっていて均衡角です。上がった項目は上の方が多くて、パスだったりとかボールキープ5、ボールコンも4上がり、あとは得点力も地味に上がってます。はい、下がったのはスピードだったりとか、あとはフィジカル面、そしてディフェンスの能力も一部下がってるということで、どちらかというとやはり弱体化ですかね。逆足と後腕は変わってません。プレースタイルがビルドアップからオーバーラップ、そしてスキルにマンマークの追加ということで、マンマークの追加は結構大きいですね。はい、続いてボナベントゥーラいきましょう。こちらは総合値-2、80となっています。能力でいうと真っ青ですね。ボールキープと決定力以外は下がっていて、パスは両方3下がっていたり、足元ジャンプは6下がり、スピシュン下がっていて、ディフェンスの能力も2、4、3ということで結構下がってますね。はい、スタミナも下がってます。そして後半が1下がって5ということで、使いにくさも増してますかね。あとは適性、右ウィングの濃い適性が薄い適性、それからスキルですね、なくなったのが軸裏ターンとドロップシュート、バックスピンロブ、低弾道ロブがなくなってます。追加はダブルタッチ、エッジターンとコンカ、ライジングシュートということで、まあまあいいもの追加になったかなと思いますね。はい、続いてルーカス・パケタいきましょう。こちらも総合値1下がって80です。能力でいうとボディコンがまず13上がってる、結構驚きました。瞬発が2、あとはボールキープとかボルコン、足元系は上がってます。逆に決定力とか得点力は下がっていて、スピードもマイナス5ですし、ジャンプも6、ディフェンスの能力下がっていますし、アグレッシブネスは8下がってますね。そして逆足が両方とも2から1ということで1下がり、後半が6から3ということで3下がってます。はい、結構な弱体化ですね。こちらポジションの適性も変わっていて、 CF の濃い適性が薄い適性、右ウィングの薄い適性はなしということで変更です。それから右サイドハーフの薄い適性新たについています。スキルの変更はドロップシュートがなくなってスルーパスが追加ということで、まあ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 いい追加かな。はい、続いてカスティジェホいきましょう。こちら総合値1下がって80です。能力でいうとディフェンスの能力が上がってますね。まあどちらかというと攻撃の選手なのでというところはあります。アグレッシブネス11上がり、ジャンプ7、ヘディングも3上がってます。足元だったりとか決定力5下がり、スピード瞬発、キック力、ボディコンなどが下がってます。あと逆足の頻度が2から1、1下がりになっています。こちらも適性変更、左ウィング薄い適性から濃い適性、 OMF 濃い適性から薄い適性、 CF と左のサイドハーフ、こちらの適性はなくなってます。あ、左のサイドハーフじゃないですね、 CMF ですね。プレースタイル、ウィングストライカーからインサイドレシーバー、この辺も変わってますね。で、スキルの変更があります。軸裏ターンとワンタッチパス、コンカがなくなってエッジターンとルーレット、あとシザーズが追加ということで、まあどちらかというと足元系が追加されたということで、まあコンカとかがなくなったのは痛いですね。はい、最後テオ・エルナンデスいきましょう。こちらは総合値4上がりの82ですね。金昇格となってます。まあこちらに関してはまずは根案ですよね。2ということで、まあ非常に使いにくかったんですけど、4上がっての6、これは結構嬉しいですね。能力はオフェンスセンス12上がり、ジャンプが16上がり、この辺が特に強化入っていて、決定力も8上がり、ボディコンとかキック力なんかも強化入ってます。あとスピシュンなんかも地味に上がってますが、パスとディフェンスの能力が少し下がったという感じです。はい、まあ総合値的に見ても強化と見ていいと思います。こちらはセンターバックの濃い適性が薄い適性に、それから攻撃的サイドバックがインナーラップサイドバックに変わってます。スキルでいうと軸裏ターン、足裏コントロール、ライジングシュート、ワンタッチシュート、こちらがなくなっていて、ドロップシュートと闘争心が新たに追加になってます。はい、ということで今回ミランの方を紹介してきました。いかがだったでしょうか。まあプレースタイルの変更とかスキルの変更も結構多かったですし、まあなんといってもテオ・エルナンデスの根案がね、ようやくね2位脱出できたんで、この辺は使いやすさ増してますね。はい、ミランも結構細かなね変更があるので、その辺もしっかり確認してください。今回動画で紹介できなかったケアとか空振り、ラクサルト、ビリア、ベナスルなんかは固定コメントに貼ってると思うので見てみてください。はい、ということで、まだ紹介したいクラブがあるので紹介していきます。チャンネル登録まだの方はぜひチャンネル登録よろしくお願いします。今回の動画はここまでです。ご視聴ありがとうございました。